JW オートモーティブエンジニアリングはかつて英国に存在したレーシングカーコンストラクター兼レースエントラント法人である。後にガルフリサーチレーシングへ名称変更した。メイク名はミラージュ、ガルフミラージュ、または単にガルフと称した。1964年にフォードモーターが英国フォードの子会社として設立した。 スポーツカーレース事業の運営法人をその前身としている。1967年の独立後はフォードから GT40 事業を受託し、それが終了するとポルシェのエントラントを受託して、どちらも委託元のメイクが好成績を上げることに貢献した。1972年からは独自のメイクであるミラージュでスポーツカーレース活動を続け、 1975年のルマン24時間に優勝するが、その年に解散し法的に消滅した。活動全期間をガルフ石油の資金により運営されており、運用車両はガルフのロゴマークとコーポレートカラーのライトブルーとオレンジに塗り分けられていた。名称の JW は2名の共同創業者の頭文字が同じであることにちなむ。1970年度。 タルガフローリオでのジョン・ワイヤー1964年4月に英国フォード主会社として発足したフォードアドバンスドビリクルズを前身としている。この会社はフォードモーターが国際スポーツカーレース事業の拠点として英国のスラウに設立した GT コンストラクター兼レースエントラントである。準備活動は法人化前の1963年に始まっており、 その時からの代表が前、DBS トン・マーティン監督のジョン・ワイヤーであった。フェイブは、GT の開発と車種製造を担いながら、公認生産スポーツカーの GT40 を、顧客向けに製造していたが、フォード本社のレース体制見直しにより1966年末を、もって解散した。解雇となるワイヤーは、知人のジョン・ウィルメントと共に、英国フォードからフェイブの資産を譲り受け、 1967年初に創業したのがジャウィである。ウィルメントは英国で有数のフォード販売店を経営する傍ら、フォード社やシェルビーアメリカンコブラを運用するジョン・ウィルメントレーシングチームの主催でもあり、フォードはもとよりシェルビーアメリカンやホルマンムーディとの人脈も強固な実業家である。JWRT は発展的に解散し、ジャウィに吸収された。 フェイブ解散から時を置かず、看板を掛け替える形で発足したジャイは、フォードからフェイブが行っていた事業を受託し、簡単なく、GT40 の製造販売を引き継いだ。フェイブ最終年の1966年は、フォード本社の方針で、レース活動は、GT40 を運用する、個人チームを支援するのみであったが、独立して、 自由裁量を得たジャウィはガルフ石油の資金提供を受け、GT40 を機台にした、プロトタイプスポーツカーのミラージュ M1 を開発し、独自のレース活動を再開した。この年は、フランコルシャン 1000km に優勝するなどにより、ミラージュはプロトタイプによる製造者国際トロフィーで、年間4位を得た。また引き続き個人チームを支援し、2年連続で、 公認生産者によるスポーツカー国際選手権をフォードが獲得することに貢献した。公認生産者とプロトタイプに分割されていたタイトルは1968年から一本化サレメイクス国際選手権となった。公認スポーツカーとプロトタイプはそれぞれ第6から第12クラスと第6から第11クラスに参加クラスが制限され、大排気量のプロトタイプは 参加資格を失った。ジャウィは引き続きプロトタイプでの参加を目論み、フォード市本部下でコスアースエンジニアリングが開発した DFV エンジンの供給を望んだが必ず GT40 の変形を公認取得して参加することとなった。この年は8000参加してルマン24時間を含む5勝を挙げ、フォードに年間優勝をもたらした。1969年は GT40 と前年から開発を続けていたプロトタイプのガルフミラージュ M2 と M3 を使い分けての参加となった。当初ガルフミラージュは BRMP101 エンジンであったが、期間後半に DFV の供給を受けられこれに変えた。この年も発生に参加し、ルマン24時間を含む2章を GT40 で上げた、ことで、 フォードはルマン24時間の4連覇を達成した。またフォードからの受託事業も終了となった。1970年はポルシェと2年契約でポルシェ社でのメイクス国際選手権参加を受託した。両社が合意したのは前年9月であるが、ジャウィは最終契約に至らなかった場合の予防処置として、ガルフ・ミラージュ M3 のエンジンを GT40。 進化変形のコブラ 302V-8、ガーニー・ウェズレークに変えた M4 を計画し1台試作され11月に試走も、いったが、ポルシェとの契約が成立したため中止された。運用するポルシェ社は、プロトタイプスポーツカーの908と、公認生産スポーツカーの917である。前年に、ジャウィが指摘した917の空力的欠点は、 進化型エンジンフードを公認取得して是正されていた。この年のメイクス国際選手権には10戦参加して7勝を挙げ、ジャウィのそれだけでもポルシェの年間優勝に必要な得点を獲得しているが、ルマン24時間は参加した3台の917がすべて途中棄権し、優勝したのはタポルシェエントラントの917であった。 1971年も同体制でレース参加し、メイクス国際選手権11戦中ポルシェ、エントラントでは最多の5勝を挙げ、ポルシェの年間優勝に最も貢献した。だがこの年もルマン24時間は2位が最高位であり、優勝したのは他ポルシェエントラントの917であった。これでポルシェとの契約は終了した。この2年間は、 自動車製造者の税制優遇処置を継続するため、フォーミュラフォードのミラージュ M5 の製造販売を行っていた。1972年から、メイクス国際選手権は、メイクス世界選手権に名称を改めた。また、国際モータースポーツ競技規則不足 J 向に変更があり、公認生産者のスポーツカーは廃止され、実験的競技者のプロトタイプスポーツカーが6年ぶりに、 名称をスポーツカーに戻した。これによりメイクス世界選手権は第11クラス以下のスポーツカーのみで競われることとなった。ジャウィでは M3 以来の独自スポーツカーであるガルフ・ミラージュ M6 を開発しこれに参加することとした。エンジンはフォードと供給契約し、当面は DFV を使うがフォードがウェズレイクリサーチデベロップミントに開発委託している。 WRP-192 も対応できるよう、車種はホイールベースが異なる2種類で開発された。この年はメイクス世界選手権へ全6戦に参加し、グレン耐久6時間の3位とその他2戦で4位を獲得し、ガルフミラージュの年間順位は7位であった。1973年はメイクス世界選手権へ全8戦に参加し、 フランコルシャン 1000km で1の2位を獲得した。その他2戦で4から5位を獲得、1戦で5位を獲得し、ガルフミラージュの年間順位は4位であった。WRP-190 のテストをいくつかのレースの公開練習中に行い、ルマン24時間に向けてロングテールクーペも用意したが、いずれも DFV のロードスターを上回れず実戦で使われることはなかった。 これに関係して開発費の一部未払いをめぐり、フォードとジャウィンを相手取ったウェズレイクの訴訟に発展した。1974年、設立以来の代表者である、ジョン・ワイヤーが社業を退き、フェイブ時代から、ワイヤーの部下であった、ジョン・ホースマンが実質的な代表となった。また、ガルフ石油の移行により、社名を、ガルフリサーチレーシングに変更し、メイク名からミラージュを外し、 エンジンメイクのフォードを加えて、ガルフフォードとした。車両は、昨年から、継続使用するが、形式名を、M6 からグレーン7へ変更した。この年のメイクス世界選手権へは8戦に参加し、1位こそ、なかったものの上位で着実に完走し、マトラに次ぐ年間2位を獲得した。また DFV は、振動が大きく、スポーツカーレースには不向きと言われていたが、 ルマン24時間に DFV では過去最高位の4位で完走した。1975年は体制が大幅に縮小された。これは世界経済の低迷とスポーツカーレースが世間の関心を失いつつあることで GRR の運営がガルフ石油の利益にならなくなってきたためである。本来であれば前年一杯で法人解散に至るところであったが、 ルマン24時間のみに集中することで解散を1年延長した。機材面では新型のグレーン8を開発し、既存のグレーン7は3台すべて売却された。2台はドイツの J ロレーシングチームからメイクス世界選手権に参加し、ルマン24時間はシリーズから外れているため、選手権では唯一のミラージュメイクとなった。他1台は米国でフェラーリー販売や、 歴史的名車の再生販売の事業を行っているグランドツーリングカーズへ売却された。ルマン24時間にはクレーン8を2大体制で参加し、マトラブ参加の中リジェ、ポルシェと争い、1位と3位を獲得した。この他米国における GTC のレース活動に一戦のみ共同参加した。11月30日、法人は正式に解散し、 フォード作業所時代から社屋としていた、スラウトレーディングエステートから退去した。資材関係一切はよそへ移転保管されていたが、翌1976年3月に、GTC 代表のハーレー・クラックストーンがそのすべてと、ミラージュのメイク権利を購入し、ホースマンタ級、g r r 員の支援を受け、ルマン24時間参戦事業を引き継いだ。ありがとうございます。